はい、今日でね、口に卵を加えて10日目になりますが、見ての通りね、ほぼ口に入ってない状態です。まだね、口が動いてるんで何個かは入ってるのかなと思うんですけど、まあこのまま置いとってもね、おそらくなくなると思いますので、初挑戦ですが、卵をね、口から出してみたいと思います。その時にね、卵の状態を見て、ダメな卵でもね、卵をね、触る機会とかってあまりないと思うので、まあね、自分の経験になると思いますので、やっていきたいなと思っております。はい、卵を取りました。もうね、現状これだけしか残ってませんでした。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13個で、もうね、10日目にして卵ね、毛細血管とかもやっぱりね、ありませんでした。でね、やっぱね、麻酔もかけてないので、すくう時にね、何個か潰れました。すごくね、優しくやってるのにもかかわらず、やっぱりね、破れますね。こんな感じで、もうね、こう軍手でやってる時にもうね、ほら、破れてますね。はい、プリンみたいな感じです。すごくね、柔らかいですね。もうちょっと軍手外して手でね、触ってみますね。こんな感じです。もうすごく柔らかいですね。はい、まあ残念ながら無精卵だったということですね。はい、まあまたね、諦めずにやっていこうと思いますので、今後ともね、ご視聴よろしくお願いします。はい、ということでね、今回は、まあ、失敗に終わりました。まあね、いろいろ原因としては考えないといけない部分がたくさんあるのかなとは思います。まあこのオスがね、初めてだったっていうのもあるのかもしれないですけど、まあしっかりとね、受精できてなかったのかなと思います。でもやっぱりね、10日目でありながら十数個加えてたね、このオスにはやっぱり感謝ですね。まあまだまだ時間がかかると思いますが、アロワナのね、繁殖に関してはもうかれこれ10年以上挑戦し続けてるんで、これからもね、懲りずにやっていけたらなと思います。まあね、この子もね、まあ今現状14歳か15歳かそのぐらいです。なので、繁殖に関してはね、もう少し厳しいのかなっていう点はあるんですけど、まあね、
まあ、この子に限らず、まあ、まだたくさんね、幼魚たち、若魚がね、たくさん、たくさんというか5匹ですね、5匹、6匹いるんで、まあそちらに期待して、これからもね、繁殖、そして孵化させて、ベビーをね、見るまで、頑張ってね、挑戦していきたいなと思っております。はい。ということで、今回の動画はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。